はい、こんにちは、谷崎テトラです。今日はジョアンナ・メーシーさんの書籍 Coming Back to Life という書籍が発売されるんですけれども、その予約購入した人たち向けに、ジョアンナ・メーシーさんとのズームの対話イベントがありまして、実は先ほどまでそれに参加しておりました。ジョアンナ・メーシーさんのアクティブホープという本にとても影響を受けたんですけれども、実際ジョアンナさんにお目にかかったことはなくて、今回ズームなんですけれども、初めて生のジョアンナ・メーシーさんにこの接することができました。ちょっとその時感じたことなどを今日は報告したいなと思います。いやー、ジョアンナ・メーシーさん本当に愛にあふれた方でしたね。まずこのジョアンナ・メーシーさんをご存じない方のために少しジョアンナ・メーシーさんについてお話ししますと、もともとは仏教哲学者なんですけれども、いわゆるディープエコロジー、とても深い心の領域において環境のことを考えていくというエコロジーがあるんですけれども、そういったディープエコロジーを通じた社会活動家、まあ、アクティビストですね、として知られています。このテトラノートでもアクティブホープという本についてお話をしましたけれども、そのアクティブホープという本の対をなす本が Coming to Back to Life という本です。僕自身も気がつくと25年ぐらい環境運動に関わってきたんですけれども、皆さん環境運動を妨げる最も大きな要因って何かわかりますか？環境問題を妨げる要因ってたくさんあるんですけれども、最もこの環境運動にとって課題になっているのは、実は僕たちのこの心の問題なんですね。希望がついえてしまって、絶望してしまって、活動する力とか勇気をなくしてしまうこと、それがもしかしたら一番大きな問題かもしれません。60年代70年代と環境運動が広がってきたアメリカにおいては、環境活動をやればやるほどその困難さというものに打ちひしがれて絶望的な気持ちになってしまったり、対立する考えの人とぶつかってしまって絶望的な気持ちになったりとか、実は環境運動というのは僕たちがどうそれに向き合うかという心の問題であるとか、絶望的な気持ちになった時にどのように立ち直るかとか、もしくは将来に対して不安を覚えている人たちに対してどのように接するか、そういう人と人とのコミュニケーションの問題だったり、心の問題っていうのが実はとても大きな比重を占めています。アクティブホープという本はそれをとても分かりやすく書いた本なんですけれども、その中でつながりを取り戻すためのワークあったりするんですけども、この Coming to Back to Life というのはそういったつながりのワークを行おうとしているファシリテーターとか活動家であるとか、そういう人に向けて書かれた本、より深くその領域というのに入っていくための本なわけです。と言いながらも、実はまだ僕その本注文したものがまだ届いていないので、詳しい内容はまた改めてお届けしたいと思うんですが、まずは今日生でこのジョアンナ・メーシーさん、そして共著のモーリー・ヤング・ブラウンさんと直接お声を聞くことができたので、その時の印象をやはり語りたいと思うんですね。今回日本版の翻訳者である斉藤由香さん、そして前作アクティブホープの日本語版を作られたよく生きる研究所の榎本秀武さん、そして全体司会を原田直和さん、そしてジョアンナさんとモリーさんの通訳をするのはノンバイオレントコミュニケーションの安野健さんと鈴木茂子さんという、めちゃめちゃ豪華な顔ぶれ、榎本さんよりジョアンナさんに的確な質問がなされて、ジョアンナさん、モリーさんがそれに答えるという形で先ほどまで行われました。まずこの気候危機とか新型コロナのパンデミックとか、そういったようなものに僕たちはどのように向かうべきなのか、そんなお話から、まず気候変動という言葉ではなくて、まさにこれは気候危機なんだというようなことを強く言ってらっしゃったのが印象的でした。そしてそういった気候のこと、新型コロナのパンデミックのことも含めて、見たくないものをなかったことにする、そういう考えの人たちがやはりいると、そういう人たちとはどのように対話をしていく必要があるのかというようなことから入っていったんですけれども、実はそういった反対している人たちというのは、自分が見たくないものというものをなかったことにしているんだ、そしてそれはそれぞれのこの不安であるとか、そういったようなものに依拠しているというようなこと、そしてこの新型コロナのパンデミックの中で僕たちがやっぱり一番強く感じているのは、つながることにやはり飢えているんだ、一番いいのはもちろんリアルに会うことなんだけれども、そうでないにしてもこうしてオンラインなどでこのつながること、そういうことを私たちはとても欲しているというようなこと、そしてその社会の変化というものは予測したり分析したりするものではなくて、見たい変化にあなたがなりなさい、そんなメッセージをされてましたね。見たい変化にあなた自身になる、これ確かガンジーの言葉だと思いますけれども、それを引用されていたのかな、
そしてジョアナさんがこんな風にも言ってましたね、この人のハートというのは大きいんだ、実は我々のハートっていうのは僕たちが想像するよりもっともっと大きい、その大きなハートの中に私たち自身が入っていくことができる、まあ、そんな表現をしてました。見たい変化に自分自身がなる、そして大きなハートの中に入っていく、まあ、この言葉は僕にはとても印象的でしたね。そして榎本さんは、まあ、ジョアナさんとモリーさんにこういう活動家っていうのをやめたいと思ったことはないんですか、アクティビストであることに例えば疲れてしまったり絶望してしまったり、そうすることないんですかっていうことを聞いたんですね。ジョアナさんはこの環境活動に関しての定義についてこんな風に言っていました。環境活動というのは何かこのエコロジーに対しての活動をしたり署名をしたりそういうような活動だけではなくて、僕たちのこの皮膚の外にあるもの全てに対してこの興味を持つことがもうすでに環境活動なんだ、つまり環境活動というのはもうこの我々の生きていることそのものなんだというように定義してるんだっていうことなんですね。やめたいと思うということは生命そのものをやめたいって思うこととほとんど同じということを言ってるわけです。なるほどな、すごいなと思ったんですけれども、まあ、それに対してモリーさんはいや私は実は一昨日も環境活動をやめたい気持ちになったのよなんてことを言ったんですね。活動してるとやはり疲れ切ってしまう時はまあ、そういった時はゆっくりと休息をとってそしてまた活力というものをこの生み出していく、まあ、このお二人の答えジョアナさんの答えもこのモリーさんの答えもとても響きましたね、うん、誰もが落ち込むことがあるだろうし辞めたいと思うことはやはりあるんだと思うんですね。その中でもこのアクティブホープ希望を費やさないようにされてきたお二人そんな言葉でした。そして榎本さんはさらに一体その強さというのはどこから来るんですか、まあ、そんな質問をされたんですね。そうしたらジョアナさんこういうふうに答えます。この強さというのは私個人のものでない、強さは強さそのものが強いんだ、そんな言い方だったような気がします。ちょっと違うかもしれないですけども、私個人が強いんじゃなくて強さそのものが強いんだっていう表現、まあ、僕たち個人の頭で活動というものを考えてそれに入っていくであるとかうまくいかなくて落ち込むとかではなくて生きていることそのものがもう環境活動であるし、なりたい未来に自分自身がなっていく強さそのものというのは自分個人のものじゃなくてもうすでにそこに存在している強さとしてあるんだ、そこに自分自身がなっていく、まあそういう感じなんですかね。まあ、他にもジョアナ・メシーさん、モリーさんの言葉それぞれに深い言葉、深いメッセージがありましたのでまたちょっと思い出したらここでお話していきたいと思います。そしてカミングトゥーバックトゥライフ届きましたらまたそれについての解説なども挙げていきたいなと考えます。ということで今日は先ほどまでアメリカにいらっしゃるジョアナ・メシーさん、そしてモリーさんのお話というのを聞いてその感動を少しお伝えしたいと思って動画を撮ってみました。ということで今日の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。谷崎てとるでした。